気象庁は群馬県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました群馬県安中市松井田町付近では午後10時10分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられています土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の,災害発生の危険度が高まっています市町村から発表される避難情報に注意してください